はい、久保ミートの小林です。今回はですね、レシーブの、ドロップ、まあ、カットレシーブをやっていきましょう。コマン君、ポイントは？ポイントは、まあ、しっかりと、まあ、足使うことですね。足を使うこと、はい、じゃあちょっと軽く見ててもらいましょう。どんな感じで？あーで、ただ何も引かなくて、こっちも引かないこと、ちゃんと止まった方向に足とラケット出して、そこからラケットを先に出す。あじゃあそこをね、ちょっとポイントで見ながらやっていきましょう。はい、ってな感じで、ドロップと、まあ、ドロップのね、しっかりやりましたけど、しっかりね、まあ、足出てたと思いますけど、それを意識することですね。あとは、フォア側とね、バック側が来た時にね、ラケット、フォアはなるべくフォア側、バックはバック側、フォア側。あと真ん中はね、バックでもフォアでもいいから、それに対応してやっていくっていうのを意識してやってみてください。ってな感じで、本日はありがとうございました。